たちもしかして私が飼ったウリボアの。千君その三、剣を抜いたら迷うな。非常の戦いは非常をもって制すべし。シャリーズ、タイマシの技、自負と不安、敵への同情、勝利の歓喜。お前は感情が豊かすぎる。それではいつか破滅するぞ。ま、うん、あこの子の長所でもある。え、分かってるさ。だがそれでは、アーサーの戦訓その4だよ。勝利を確信しても油断するな。はい。ともかくこれでライフセットの薬代を払えるだろう。売る方の売り場は俺が先に店に届けておこう。先に？会う予定だった知人が遅れていたな。おそらく今夜は帰れない。それを伝えに来たんだ。薬はお前が受け取ってくれ。うん。もう一つ、村の近くでゴーマの群れを見た。万が一襲われたら迷わず逃げるんだ。ううん、ゴーマが来たって私が。ゴーマと戦えるのはタイマシの力を持つ者だけだ。それが現実の断りだ。感情ではどうにもならない。
私も慣れないのかな、タイマシに。なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？なぜって、飛ばないと餌を捕まえられないし。タイマシになるには特別な才能が必要なんだ。だがそれを持った人間はもうほとんどいない。はい。明日はセリカたちの命日だ。なるべく早く戻るよ。うん、お姉ちゃん直伝の騎士を作って待ってるから。あのウリボアたち、兄弟だったのかな。見逃してあげればよかったかな。けどそれじゃラフィーの薬代払えないし、狩りのおかげで薬も買えるし栄養だってつけられる。これは仕方のないこと、理性的な判断なんて。いちいち悩む時点で感情に振り回されてるよな。食料の買い出し？さ、そっちは狩りの帰り？うん、大量だった。頼もしいね。あんたが男だったら絶対惚れるわ。よかった、女で。女子ならもうちょっとおしゃれしなさいよ。使ってた櫛が割れちゃったのよ。新しいのは？そりゃ買いたいけど。おじさん、櫛乙女価格にならない？はん？いきなりなんだ。いいってニコ、今日はライフセットの薬を買いに来たんだし。ベルベット、アーサーにも伝えたんだが、例の薬まだ入荷してないんだ。え、なんで？もしかしてゴーマのせい？町の方でゴーマ病がひどくなってるそうだ。この辺りもゴーマの群れがうろついているようだし。いつ届くの？わからん。届いたとしても値がいくらになるか。そんな、ミッドガンド王国は何やってるわけ？軍隊とかいるでしょ？そんなもの、とっくにゴーマに蹴散らされちまったよ。ここは大丈夫だよね？ベルベットのお兄さんはタイマシなんだし。どうだかな。アーサーの右手は怪我で動かんのだろう。そもそも自分の妻子も助けられなかったんだし。薬届いたら知らせて。もちろんだ。これはサービスだよ。ベルベット、覚えてるよね？特製キッシュの作り方を教えてくれる約束。獣医見習いの人にプレゼントするってあれ？本気だったの？もちろん。お願いね。私の人生の一大事なんだから。けど、おじさんたちに反対されたんでしょ？周りがどう言っても関係ない。大事なのは、私の気持ちなんだから。いいこと言うわね。私が男だったら、絶対惚れるわ。でしょ？ラフィーお腹空かせてるだろうな。急いで帰らなきゃ。
ただいま、ジェリカ姉さん。もう7年も経つんだよ。姉さんとお腹の子が亡くなってから。しまった、プリンセシアの花、お供えするの忘れちゃった。姉さんもお父さんもお母さんも、あの花が大好きだったのに。生まれてたら、きっとこの子も。ごめんね。明日、岬で摘んでくるから。おかえり、お姉ちゃん。ラフィー、寝てなさいって言ったのに。ちょっとだけだってば。ほら、熱下がってない。すぐご飯の支度するから、横になりなさい。ごめんなさい。何これ。羅針盤、磁石を利用して方向がわかる道具なんだ。そんなの、太陽や星を見ればいいじゃない。天気が悪くてもわかるんだってば。この発明のおかげで長い航海ができるようになったんだ。ほら、船が揺れても正確に測れるように、ここが動いて水平を保つようになってるんだよ。すごいでしょ。さっぱりわかんない。冒険の必須アイテムだよ。なんでわかんないかな。また今度ゆっくり説明して。怪我しなかった？怪我どころか大量だったよ。兄さんも言うんじゃないかな。そろそろベルベットは免許皆伝だな。で、アーサー兄さん、今日は帰らないんでしょ？なんでそれを？シアリーズが来て教えてくれたから。兄さんの精霊。あんた、本当に精霊の声が聞こえるのね。うん。大魔師の才能なんだって。あんたなら、兄さんに負けない大魔師になれるかもね。兄さんの本を読んで、いろんなこと勉強してるし。そうなりたい。お姉ちゃんと一緒に旅をして、不思議なものをたくさん見たい。狩りだって、滝に集めだって僕がやるし、ゴーマが来たって守ってあげる。そうしたい。だけど。なってくれなきゃ困るよ。ライフィセット。あと20年後くらいで。そんなにかからない？じゃあ、しっかりしてることを証明して。まず、柔らかいミートボールシチューを作るから、食欲がなくても頑張って食べること。で、苦い薬もごまかさずに飲む。できる？もちろん。じゃあ、料理開始。まずは暖炉に火をつけてっと。兄さんが作った薪って、火付けが楽ね。何かコツがあるのかな？お姉ちゃん。シチューにほうれん草は入れないでね。好き嫌いすると、大きくなれないわよ。そうだけど、今日は。仕方ないわね。今日は特別に、ほうれん草なしで、あんたの好きなカレー味にしてあげる。ああ、ありがとう。2階に兄さん特製のカレースパイスがあったわね。これこれ、辛さはないけどすごくいい風味なのよね。そうそう、今日ニコに重大な相談されちゃったの。今度うちに連れてくるからよろしくね。うん。相変わらず仲がいいね。まあね、あの子とは長い付き合いだし。それにしてもあのニコが恋なんて。
ラフィー、あんたも好きな子とかできたら、ちゃんと私に相談しなさいよ。好きな子？あんたは意外に頑固だから、ちょっと年上がいいかもしれないわね。あと、料理が上手かどうかもポイントよ。上手な子なら、大体間違いないと思うわ。もう、何を言ってるの？お姉ちゃんこそ、自分のお婿さんの心配をしたら？お婿？私はいいのよ。セリカお姉ちゃんの代わりに、あんたとお兄さんのご飯を作らなきゃならないし、そもそも、よその男の人を好きになるとか、よくわかんないし。ラフィ、どうしたの？大丈夫？今、水を持ってくるから。平気だよ。お姉ちゃんが変なことを言うから、ちょっとむせただけ。ならいいけど。ごめん。ちょっと話が飛躍しすぎたね。先が思いやられるよ。でも、仕方ないのよ。弟の心配するのは、お姉ちゃんの仕事みたいなものなんだから。わかってる。けどね、弟だって心配してるんだよ。お姉ちゃんに幸せになってほしいって。僕だけじゃない。アーサー兄さんだって、そう願ってるんだ。家族だから。ね。うん。家族だから。ありがとう、ラフィ。やっぱり私は、あんたのためなら、ウリボワを千匹殺したって、後悔しないよ。あっと、いけない。早く夕飯を用意しなきゃね。日の前日、お姉ちゃんが一人で売り棒上がりに行った。お姉ちゃんの剣にはアーサー兄さんの次にすごいから、売り棒に負けることはないと思うけど、強すぎてお婿探しに苦労しそうで心配だ。もっと女子力をアピールした方がいいと思うよ。あの子、読まれることを見越して書いてるわね。兄さんの本？あの子、こんな難しそうな本を読んでるの？目が悪くならないかしら。えらいえらい。薬もちゃんと飲めたね。約束したからね。明日は日の夜になるよ。そうなんだ。あの日と同じ夜に。ねえ、今日は一緒に寝てもいい？もちろん。干し肉を作って、とっておきのチーズでキッシュを。あれ？ラフィー？ちょっと、どこ行ったの？まさか、一人で村に？